坂本九は大分県北郡中津江村の自治体としての同村の最後の村長。最終学歴は中津江村国民学校卒業。自称、日本人のカメルーン人。日田市中津江村土地や在住。自らが村長を務めていた、当時の2002年、中津江村が2002フィーファワールドカップでカメルーン代表のキャンプ地に選ばれたが、 カメルーン選手団の中津江村入りが予定より5日も遅れたことで村と共に坂本村長の名も全国に知れ渡った。W 杯は2002年の新語、流行語大賞年間大賞に選ばれ、坂本村長もその受賞者となった。W 杯後も大分スポーツ公演総合競技場で開催された日本代表対カメルーン代表の親善試合に顔を。 出したり、自身がカメルーンを訪問し、友好都市である、目嫁さら市にも足を運ぶなど中津へとカメルーンの交流を続けている。2003年には、カメルーン政府から、カメルーンと日本の友好関係に貢献したとして、シュバリエ勲章が贈られた。これは、カメルーンに貢献した人物に贈られるもので、日本人の受章は初めてであった。また、同年に、 目ヨメサラ氏の市長も来日して、旧中津江村を訪問している。大勢金山の経営などを行う、財団法人中津江村地球財団理事長を2018年まで務めた。大分鳥にいた講演会の会長も務める傍ら、W 杯で得た経験を活かし、シンポジウムなどのパネリストとして引っ張りだっこである。2009年12月13日、経営難に陥っている。 大分トリニータ再建のために設立された大分トリニータを支える県民会議の会長に就任した。2010年6月、南アフリカで行われる2010フィーファワールドカップにカメルーン代表の応援のため現地で観戦することで話題になった。自由国民者。2002年間大賞 W 杯。2014年6月30日閲覧。AB れた。ビッグアイ。 大分決戦ドロー、キリンハイサッカー、坂本九三退任へ、中津江村地球財団理事長 W ハイカメルーンと、交流西日本新聞大分トリニータを支える、県民会議設立総会。ありがとうございます。